いただきます。興味深い発表どうもありがとうございました。引き続きまして、B-161、バイブ機の航海における、大気と海洋の混合層変動、茂木さんお願いします。すいません、ないこと。お疲れ様です。はい、海洋研究開発機構の茂木耕作です。まあ、今日は筑波そこそこ晴れますけど、だいぶバレバレになってしまいましたけど、まあ、いよいよ鬱陶しい季節が近づいてきてますけど、まあ、梅雨は嫌いなんですけど、梅雨前線という構造は僕は大好きで、どれぐらい好きかっていうと、梅雨前線の研究がどれぐらい楽しいかを厚苦しく一般向けに語って書籍が来週に出るぐらい大好きなんですね。で、まあ、おかげさまをもちまして事前の予約がですね、150冊を超えまして、どうもありがとうございますということで、まあ、暑苦しいですね、宣伝はこの辺にして、ちょっと涼しい話をしたいと思います。で、涼しいというのは航海というちょっと冷たい海の話なんですけども、梅雨前線を考えるときみんなずっと今まで南側のことを考えてきたと思うんですが、ちょっと北側の寒冷高気圧について僕は注目したいなと思っています。で、ここでの大気と海洋の混合層変動が結構大事なんじゃないかというお話です。で、僕が注目しているのは航海高気圧という高気圧なんですけど、しつこく聞きますが、航海高気圧という高気圧を聞いたことがない方どれぐらいいらっしゃいますか？まだ結構いらっしゃると思うんですよね。これは僕が名前を付けただけで今宣伝中なんですけど、ぜひ覚えて帰っていただきたいんですが、この航海高気圧というやつはですね、梅雨前線の北側に5月6月に出てくる寒冷高気圧なんですね。で、航海っていう海がどういう海かっていうと、水深が100メートル切ってる、非常に浅い海で、冬の間にキンキンに冷やされて非常に冷たくなってる、そういう海です。で、その南側は黒潮なので常夏の海水温がやってくる。で、そのコントラストが非常に強くなりやすいのが沖縄のちょっと北あたりであるというのがですね、梅雨前線の出来方に対して非常に大きな作用を持つんじゃないかということを考えています。で、例えばですね、JCOV2 という海洋客観解析のデータで海水面をカラーで書いて、で、コンターで JCDAS からの気温を書いてみると、航海のあたり非常に海が同じ緯度で見たときに非常に冷たいということと、それに応じて大気の方も非常に強く冷やされているということが、例えば5月の、まあ、2000年から2009年の気候平均値として見てみると、まあ、非常にはっきり見える。で、その温度コントラストとして、黒潮とのコントラストとして黒潮前線のちょうど北のあたりに大気の方の温度コントラスト、梅雨前線が停滞しやすいっていうのが5月の特徴じゃないかということを前回お話ししました。で、実際にですね、こう混合層ということでちょっと延直断面を切ってみたりするとですね、どれぐらいそこの両者深くまで冷やされているかということを見えます。で、下がジェイコプ2の 200m の水深までのを見て、上が4キロぐらいまでの大気を JCDAS で書いてみると、大体航海のあたりっていうのは、まあ、水深 100m しかないんですが、そこが、まあ、水温にして15度切ってるっていうところはもうほとんどです。5月でそのすぐ上の大気っていうのがもう非常に、まあ、浅いのは浅いんですけど、1キロぐらいまではっきり寒気ドームになっている。で、これが高気圧というふうに、まあ、周りが陸なので比較的早く温まっている。で、高気圧と出して、まあ、梅雨前線の温度経度っていうのがちょうど黒潮前線のところに位置する。で、これ6月になるとどうなるかっていうと、太陽高度が上がってくると南側から素直に航海が温まっていくということで、温度経度も素直に北側に行きます。で、まあ、つまり航海高気圧が衰退して北側に移っていくということを言ってるわけですけども、つまりこれが5月、6月、7月、航海高気圧がどんどん衰退して北側に移っていくっていうのが、東シナ海上での梅雨前線の季節推移をある程度寄与してるんじゃないかということを、まあ、前回お話したんですね。
一言で言えばですね、喧嘩しな会場におけるですね、一つの重要な要素としてバイオ前線の季節進行に対して後悔の温まり方次第じゃないかというお話を去年の秋にしました。去年の秋にしたところですね、まあ、いろんなご意見いただいたんですけど、今日いらっしゃってますかね、まあ、さっきももうバレてたかもしれないですけど、あの井上さんという、まあ、寒冷家 の有名な方ですが、いやいや温まり方次第は大事かもしれないけど冬の冷え方次第はどうなんだっていうことをコメントされたんですね。で確かにそれはものすごく面白いと思って、で今までバイオ期の話するって言ったら5月6月7月の解析をずっとやってきたと思うんですが、冬と結びつけたシナリオとして話を考えたっていうのは非常に井上さんの目のつけるところが素晴らしいなと思いまして、いやそれは確かにちょっとやってみたいとは思うんですが、単純に相関係数みたいなものをちょっと取ろうに非常にこれなかなか微妙なシグラムしか出てこないので難しいですね。で、まあ、そこで、まあ、そういうちょっと地道にですね、単純に、ね、ある年とある年を比較するということをやってみました。で最初に見たのが2009年の時系列として5月、6月、7月どういうふうに、まあ、高海高気圧を高気圧偏差として抽出してからつけてたで、大気の方がどれぐらいまで冷やされているか、まあ、ある程度深くまで冷やされてないとということで、コンターで850の気温がどれぐらい冷やされているかということを書いています。でそれに対してジェイコブ2の方で50メートルの水深までの平均した水温でどれぐらい航海が温まっていくかということを推移を書いています。そうすると5月6月にだんだん温まっていくのに対して航海高気圧が徐々に推定していくというような対応が時系列として、まあ、ある年について書いています。で2009年は、まあ、普通に暖かい、まあ、近年でいくと普通に暖かい冬だったわけなんですけど、じゃあ非常に寒かった冬でどうなるかっていうことをまず一例だけでも見れればなっていうんで、ジェイコブ2の期間でいくと2006年がその中でこの10年間の中では、まあ、冷たかった。でこれのこう今後それがこう温まっていく傾きに対して2006年の寒い冬の後のバイオ期ってどれぐらいだったかっていうのを見てみました。でそれを見るとですね、少なくともこの2006年と2009年においては2006年の方が明らかに5月の海が全然温まらない、もともと冷え方が2度、まあ、1月2月の海の冷え方が2度以上低いんですけども、全然今後が温まらない。で、6月の中盤までかなりはっきりした高海高気圧が現れるというのが2006年の特徴として見えています。でこれはまだ2例を比較しただけですが、2009年と同じような特徴になるのが普通なんですね。で、2006年のような特徴になる、まあ、非常に寒冬な年っていうのが、まあ、これからいくつか 見れていけば冬とのシナリオ、冬からのつながったシナリオとしてバイオ期を考えることができるんじゃないかということを今日の お知らせしたいことです。で、まあ、以上でございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。質問コメントお願いします。高海高気圧の名前はまあどうでもいいんですけど、あそこに高圧になりやすいっていうのは、まあ、よく分かってて、でそれは本当にあそこの海面水温が低いからか、面積も狭いしっていうのもあって、私はジェットが北上する関係であそこは沈降場になってる、そもそも人工場になってるんですよ、すごい。で、そんな小さいこう下の海面水温だけでそんな大きな人工場が作れるというような気はしないので、その辺との関係は何かコメントあるんですか？ジェットの条件としてはもちろんそれは全てではないと思ってますので、当然重なってるとは思いますけど、ただジェットがずれても残ってる場合が必ずあるんです。で、そういうことからするとそれなりの気温は残って海面からもあるだろうなというのが僕の考えです。だから今言ったのは、だから海面だけじゃなくてそういうのとの一要因になっているっていう。そうですね。ただ停滞して固定しやすいという意味では地形的なものの方がジェットはずれることがありますけど、あそこに
やすいとはいえやっぱりずれるという要素がありますけども、固定させる要素としてはこれは結構効くんじゃないでしょうかという意味です。他にございませんでしょうか。はい、あの最後、公開高気圧は起動することにして海の影響ですけれども、その冬に冷えてて、なかなか温まらないっていうのは分かるんですけど、結局感じるのは海面水温だし、だんだん日射っていうのは上だけを温めるので、あんまり厚みを持って見るよりはもう本当に海面がどうかっていうのを見た方がいいように持って聞いてたんですけど、どう思いますか。結局下が冷えてても、上が暖かかったら関係ないですよね、はい、だから上だけ見た方がいいんじゃないかっていうのが、私の感想です、はい、あの SST で見るのはあの客観解析が出てくる前からずいぶん昔から誰でもできたことだと思う。で僕も見たことはあるんですが、 SST だとあのちょこまか変わるので、どっちが先かがさっぱり見当がつかないのが、あの僕5年ぐらい前に1回気づいてやってみたんですけど、まあ、それがずっともどかしたで、あのちょこまか変わるのはなんとかしたいっていう、まあ、そこからで 50m ぐらいをあのある程度平均して水温を見れば割と安定してどっちがどっちにっていうのが見えるんじゃないかなというような気がしたので、まあ、この逆算解析を使い始めたという。それでは時間になりましたので、次の発表に移らさせていただきます。どうもありがとうございました。引き続きまして B の162、梅雨前線の北側の長崎沖に発生したレインバンド2011年6月20日の観測事例ということで、久野木さんお願いします。俺もやってしまいました。終了しないといけないので、次はあの数字あたりに失礼しました。清崎大学大学院理工学研究科修士1年の久野木しおりです。今日は昨年の6月に東の海上で梅雨前線の北側に発生したレインバンドについてお話しします。まず背景として、梅雨前線帯の研究というのはこれまでは大気環境場の解析を中心とした研究が非常に多かったんですけれども、最近では海洋変動と梅雨前線帯の関係について着目されてきています。しかしまだ実際に海洋と大気を高頻度で同時に観測した例というのはほとんどありません。そこで昨年の5月と6月に東シナ海上で長崎大学の長崎丸を用いてラジオゾンデと XBT による最短1時間間隔という非常に高頻度な大気海洋同時観測を行いました。本研究ではこちらの地図の上、緑で示した6月のデータを解析します。今回研究の対象としたレインバンドが発生したのは2011年6月20日なんですけれども、日本時間9時の地上天気図を見ていただきますと、梅雨前線は九州の南側にかかっていました。その時刻の降水強度を見、レーダーによる降水強度を見てみますと、梅雨前線に伴う降水帯は九州の南にかかっているのですが、その北側にも強い降水帯というのが見られました。こちらの降水帯を時間を追って見てみますと、まず8時、そして9時、10時、11時、12時、そして13時と、梅雨前線の降水はずっと九州の南に停滞していたんですけど、北側の降水帯は徐々に東へ進んで13時には梅雨前線と併合していました。なので両者は異なる降水システムであるとして、今回この発生場所がこの五島列島の福江島に近かったので、呼びやすくするために福江ラインと勝手に名付けて今回ご紹介します。で先に結論を申しますと、今回この解析を行った結果、福江ラインの周辺に梅雨前線の特徴というのが多く示されたので、次からはその結果をご紹介していきます。で照射データはこれらの通りで、ラジオゾンデデータは福江ラインを通過した2011
ージで6月20日の9時から12時のこちらの青で囲った範囲のデータを使用します。では早速結果に入ります。本研究では大気の水平場の解析のために気象庁の予想数値予報モデル MSM を用いました。こちらの MSM で東経128度上の相当位の遠直分布を見てみますと、梅雨前線帯の位置が北緯29度から30度に解析されて、こちらは先ほどお見せした天気図の梅雨前線の位置と対応していました。次にレーダーの降水強度とこちらの MSM の降水量を比較してみました。すると MSM は梅雨前線の降水は非常によく再現していたんですけれども、その北側の青で示した福江ラインの降水は過小評価していました。なぜこのような結果になったのかというのを考えるために、次にラジオドンデの観測データと比較を行います。こちらがまずドンデの相当位の遠直分布です。こちらの図を見ていただきますと、中層では相当位が低くなっていて、下層では高くなっているので対流不安定な状態だったということが言えます。一方同時刻の MSM の結果を見ますと、 MSM では下層も低くなっていて、この点で MSM は観測で捉えた湿潤層というのを再現できていなかったということが分かりました。次に6月20日9時のドンデと MSM の風速の遠直分布を見てみました。ピンクがドンデで青が MSM のプロファイルを示しています。この図よりドンデでは高度850から800ヘクトパスカル付近に風速20メートル以上の仮想ジェットが捉えられていたのですが、 MSM はそれを再現していなくて、この点と先ほどの相当位の分布の点から今回のこの事例に関しては MSM は観測と整合しなかったというふうに判断しました。そこでワーフモデルを用いて6月20日の大気場の再現実験を行いました。計算範囲はこの四角の部分で、下方の境界条件に J コープ2の SST を用いました。それでは結果を示します。レーダーの降水強度とワーフの1時間降水量を比較してみますと、ワーフは赤で示した梅雨前線と青で示した福江ラインの降水を非常によく再現していて、レーダーでは福江ラインの方が梅雨前線の降水よりも強くなっていたんですけど、それも再現していました。次は東経128度上の相当位の遠直分布をお見せします。それがこちらの図で、右上に示したのは先ほど示した MSM のと同じ図です。 MSM では29度から30度に梅雨前線帯が解析されたんですけど、ワーフでは31度から 32.5 度に解析されました。次に850ヘクトパスカルの相当温位と風速の水平分布をお見せします。こちらの結果、北緯31度から32度付近に相当位の水平経度が大きいところがあって、そのすぐ南側に強風域が見られました。なので最初に言った通り、福江ラインの周辺に梅雨前線帯の特徴というのがワーフでは示されました。以上のことを一旦まとめますと、観測では九州の南とその北側に2つのレインバンドが観測されて、それを MSM で見たところ、ちょっとこの事例に関しては観測と一致しませんでした。なのでワーフを用いて計算したところ、クエラインの降水をよく再現していて、解析を行った結果、ワーフではクエラインの周辺に梅雨前線の特徴が多く示されました。次にもう一つ考えてみたのが、九州の西というのは黒潮がこう曲がりきれなかったやつと、対馬海流が合流している周囲より少し SST が高い領域なんですけれども、この SST の高い領域が黒潮のように大気に降水に影響を及ぼすのではないかなというふうに考えて、じゃあワーフを使って感度実験を行いました。先ほどの再現実験とは変わって、九州の西側の SST だけを平滑化して計算をしました。その結果を、再現実験
降水量で、下の段は点熱フラックスと線熱フラックスを示しています。で、降水量以外の3つの図はの SST が下がっている領域で全て減少していました。しかし降水量は減少というよりもむしろ赤くなっていて増えていて、期待した結果とは違うものが出ました。なのでちょっと今後の課題としては、九州西の高 SST というのは確かに水蒸気量やフラックスに影響はしていたんですけど、降水の増加には直接影響していなかったので、今後はその理由も含めてもう少し解析を進めたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、質問コメントお願いします。中村さん、ちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、あのワーフで、はい、フベラインが出たと、でも梅雨前線の特徴を持ってたとおっしゃるんですよね。だとすると、あのでちょっと最初聞き逃して、実際の梅雨前線がどこにあったかちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、ワーフが何か の、 あのちょっとしたことで梅雨前線をかなり北上して、長崎のちょっと南ぐらいまで再現しちゃって、それが福江ラインとして見えてて、南側のは梅雨前線だと言われてたけども、あれはあそこ黒潮 の、 あの水温が極大があるので、それがなんかこう少し弱く対流群をオーガナイズしたい、それがこうなんか見えててるようなにも解釈が可能なような気もするんですが、一体どうなってるのかなというのが私の疑問です。上下の気象庁の梅雨前線の解析は850ヘクトパスカル の、 相当多いの混んでるところ、じゃ あの経度が大きいところで解析するので850で見るのは間違いない、間違いではないんですけど、そもそもそこでなんでできるかといったら、そこで対流が立つからできるんであって、でモデルでそこで対流雨を降らすから、そこで解析梅雨前線の構造を持つのは当然当たり前の結果ということをただ示されただけということだと思います。はい、時間になりましたので、次の発表に移らさせていただきます。どうもありがとうございました。続きまして、講演ナンバー